この音が大体1ヶ月ぐらい前からってことですね。わかりました。前はない。このボールで。ああ、洗浄剤。はいはいはい。ああ、はい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 。いろいろやられてるんですけど。そうですね。ただこの感じだとあそこまでの油は出てこないかなとは。でこれを流すと、ば、これをやると一番わかるんです。これつけて、これつけて流す。何回やれるかどうかしようかな。はいはいはい。前はここまでないんですね。わかりました。じゃあちょっと外からまずやっていきますね。
今やった感じ、回収できたのがこういったペラペラの、まあ、生活排水汚れですね、はいはい、っていうのがあのこの網で引っかかったやつがこれなんですけども、はいはい、まあ、流れてっちゃったやつも少なからずはあるんですけども、こういったのがもしかするとその音の原因なのかなっていうところで、そうですね、あ、そうですそうです、あの木が置いてあるところの手前のところ、うん、そこ、そうですね、こっち側は多分薄い雨水とかを別で流してる感じです。なので経路的にはあそこのマスからこう来て、あっちの玄関の方に抜けてっていう感じですね。なんか苔の油とかはあまり見受けられなかったので、はい、うん、そうですね、そういった処置していただくのが一番ベストなので、はい、こういったおかげで多分固形の油がかなり少なかったのかなっていうところですね、の中が、うん、今ホースのところずっと当ててるんですけど、この汚れ具合なので、ギリギリが感じたっていう感じじゃないかなとは思うんですけどね。汚れに、こういった先ほどあの外で 見ていただいたペラペラの汚れなので、そうですそうです、できちゃうやつなので、こればっかりはまあ仕方ない部分もあるんですけども、あの施工的には非常にあの落としやすいあの汚れなので、結構これでもう落ちてるとは思うんですけども、一応念のため何回かワイヤーは取り掛けて、その匂いが上がってくるっていうのはあれなんですよ、あの施工中に匂いが上がってくるっていうのは意外と私たちからするとあのいい感じで指で詰まってちゃったりすると、あの匂いがまず上がってこないんですよ。それが配管の中でこう汚れとかが浸っちゃってる状態なので、基本的に下水って浄化槽とか下水道本管の方に流れ着くものなので、臭い匂いが上がってくるのが常なんですけども、詰まってたらちょっと匂いが上がってこないので、あの作業中に匂いが上がってきたっていうのは私たちにとって結構喜ばしいというかなので、匂いを上げないためにあのこのトラップっていうお椀の蓋がついてるんですよ。お椀じゃないパターンもあったりはするんですけども、そうですそうです、本当あの台所シンクによってはもう めちゃめちゃないろんな種類があるので、じゃあちょっとこれでカメラで中見てみますか。これ蛇腹ホースの状態で、これが入れたメーター数になります。まっすぐ入れてってあげて、おそらく一番最初はこの蛇腹ホースのボコボコ、分かりますか、蛇のお腹みたいな感じのやつがあの汚れで埋まってたと思うんですよ。それが今その段差が見えてるので大丈夫かなというところで、でこれが、床下に落ちきって曲がって、あのこっち側に行ってる感じですかね。でよいしょ、もう一回曲がって、よいしょ。水溜まってないですね。いいです、いいです。これがたっぷり水が溜まって、あの水没してるような感じで見れちゃうと、あの油とかが堆積しやすいとか、
そういったことに、まあ、いわゆるダブルトラップに近いような状態になっちゃうので、それは一切見受けられないですね。あ、ここアキレス使ってんだ。あ、まあ、ジャバラホースみたいなものです。アキレスっぽく見えるけど、白が。特に汚れてなければ、あ、で、これ外行きましたね。ちょっと外の蓋開けてきますね。で、多分これで光が差し込むと思うので、すいません、なんか今外に見てはいたんだけど、なんかあの外にあの内視鏡の先端が出てるのは確認できたので、これで大丈夫そうですね。これで水流してみてゴボゴボするかどうかのをチェックしていきますね。シャワーよりかこのストレートの方が水量多いと思うので、これが私の一番水量多いので、やってたんですよ。5メガケットというか、ちょっと詰まったら行ったかなと思ってね、やってたんだけど、おお、引かないですね。よかった。ポコポコポコ、よかった。あの汚れのが出たなっていう音だったんですね。そうですね。前後差で一番違うってなると、やっぱりその汚れがあるかどうかが。なので、その状況の違いで、この音が収まったってなると、やっぱり汚れが原因で音が鳴ってたのかなっていうところ。あれは食いちゃうのどうしてもダメなのか。あれがついてっちゃうのか。汚れがついてっちゃうのは、もう、ある程度は仕方ない部分ではあります。ただあのその汚れをつきにくくする方法は結構あったりはするので、あの、まあ、お客様もあの最初おっしゃってたように、あのこういった、ボールみたいなもので、一気に水を流してあげる、それもね、ずっとここまでもやって、取ってるなんかブッっていうね、なんかそれを言っちゃって見てたりしたので、それが結構いいんです。そうです、一気に水を流してあげると、その缶とか蛇腹ホース内を水の勢いでこう押し流す、汚れを押し流してくれるので、結構予防としては、有効です。もちろんこういったあのパイプ洗浄剤とかも、定期的に、大丈夫です。ただ、あの、使い終わった後、ちゃんとあの、水を流してあげないと、結構なんか、ものによってはあの、ネバネバするような、こっちも粘液系のあれじゃないですかね。これちょっと見えなかったから、こっちの手で書くんですけど、これみんな聞こえなかったんですけど、これ、こんな役に立ったんですね。これはちょっと特別系になるから、これも、悩みのやり方だったんで、で、全然やっていただいて、その後、ちゃんと、しっかりお水で流してあげないと、これも通りにはね、そうそう、多分、最後に水で流してください、みたいなことが書いてあると思うんですよね。はい。あ、そうです、そうです。あの、ちゃんと水で流してあげないと、その薬品自体が配管の中にへばりついちゃったりしちゃって、詰まりやすくなったり。で、これ最後ゴボゴボ言っちゃうのは、あの水の量が一気に流れるとゴボゴボなるだけなので、この辺に関しては問題ない。一番まずいのは、この通常で使ってる時にゴボゴボって一番最初のような音が鳴っちゃうのが結構よろしくなかったりするので、まあ難しい話なんですけど、あの音が鳴ってるからといって必ずしも詰まりかって言われちゃうと、そうでもなかったりはする時もあったりはするんですけども、こんな量で受けになるから、場合にはなかったなと思ってるね。あとは最初と同じようにやってみますか。これをつけて、前がなければ今缶の中も綺麗で、勾配自体もしっかり取れてるので。
ですね、音が鳴るとか水が上がってきちゃうっていうのは、じゃあちょっとこれで流してみますね。ああいいですね。最初どう？新築当初ぐらいには合ってるかなっていうところですよね。まあ見ていただく通り、あの缶の中はかなり綺麗にはなってるので、あとあのこんな感じでボウル1杯のお水か60度以下のお湯を一気に流してあげたりすると、時々それを定期的なんですね。そうです。そうですね。まあこちらもこちらで効力はあるので、一気にボウルとやった方が、はい、一番まあ手間なくお水さえあればできちゃうような予防法なので、一番お気軽かな、お手軽かなというところですね。片付け始めちゃって、またご挨拶させていただきます。